高明、和順、高架の史跡母群は大韓民国西部地域に散在するユネスコの世界遺産。史跡母は紀元前1000年から紀元前100年にかけて大きな石で作られた墓のことである。史跡母には足の長い石柱に石を乗せテーブル状に石を組んだ北方式と短い石柱に石を乗せた五番状に石を組んだ南方式の2種類がある。 世界的に見て、史跡母は、欧州のイギリスやフランスが一つの中心で、南インド、東南アジア、中国沿海部にも存在するが、朝鮮半島が世界で、最も史跡母の数が多い。全羅北道、高明郡、高明雄、宮城山面にある、史跡母郡。約1764メートルの範囲に442機の史跡母が群集する。 韓国最大の史跡母密集地域である。北方式と南方式が混在する。甲州広域市の南、全羅南道和順軍道国面、春陽面にある史跡母群。10キロにわたり、約500基の史跡母が分布する。最近発見され、保存状態が良い。南方式。陰蝶広域市高架群側山面、内下面の史跡母群。 1> 約1 2 4余元が広い範囲に散在する。北方式。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。